分野は違っていていも、過酷な競争の世界で最前線で前人未到の挑戦を続ける藤井聡太棋士と山中伸也教授彼らの日常の準備学び方メンタルの持ち方 AI との向き合い方日々努力を続ける全ての人へ送るメッセージを挑戦常識のブレーキを外せからピックアップして お届けします相手が誰でも意識しない山中将棋の世界でもそれはもう大変な争いでしょうみんなで手をつないで強くなりましょうというふうにはいかないはずですよね藤井聡太そうですね特にソフトによる事前研究は激しくなっていると思います山中そうすると 誰かが新しく編み出した戦法なんかも、たちまち研究されてしまうということになるんじゃないですか。藤井聡太はい。今は序盤の研究でも、かなりソフトが使われています。ソフトによって見直された戦法は、もちろんあるんですけど、逆に評価値が出ない戦型というのもあります。 評価値的に高い線形はよく指され、新しい線形はなかなかソフトに評価されませんが、ただ、相手に研究されていないことが、それだけアドバンテージになるわけです。でも逆に、複数回やって、相手に研究されてしまうと、アドバンテージではなくなってしまいます。なので、なかなか新しい戦法、 斬新な刺し方が長く刺されにくくなっているのかなと思います山中そうするとむしろ藤井聡太さんの相手が一回限りの戦法をいろいろ編み出して藤井聡太さんに立ち向かってくるという形になっているんですか藤井聡太自分自身は結構オーソドックスなタイプなので結果的に相手の工夫に対応するような展開になる ことが比較的多いかもしれませんただ序盤を研究するといってもあらゆる指し方を研究するのはもちろん不可能ですし指されていない序盤の線形ももちろんたくさんあります結局のところ研究で調べ尽くすことはできないので新しい指し方に対しても対応できる 判断力というのが一番重要になるのかなと思っています。山中そこで実力が問われるわけですね。対戦する相手によって心の持ち方って変わるものですか例えばハブさんだと、人柄は温厚だと思いますが、将棋となると対局していて怖く感じることはありませんか藤井総体へ。 対局が始まってしまえば、その相手が誰であろうと自分は気になりません。やはりどのような状況でも、落ち着いて自分の力を出せるというのが非常に大事なことなので、山中確かにそうじゃないと、やってられないよね。相撲や柔道だとにらみつけたりする人もいるんですけど、将棋はそんなのありませんよね。 藤井聡太今の若手の騎士の中には感情は一切出さない方がいいという方もいます。山中そうですか藤井聡太さん自身もあんまりプレッシャーみたいなものは感じないでしょう。藤井聡太そうですね。自分はあまりプレッシャーは感じないです。どの対局でもやること自体は同じなので。 平常心でと思っています。もちろんゼロということはないですが、それが何かパフォーマンスに影響するということはないと思います。山中相手に勝つというより、自分を高める方に向いている。藤井聡太 A。やっぱり平常心でその局面一つ一つ、最善を追求していくことが、 結果的にも価値につながることかなと思っています山中対局前に緊張して眠れないということもない藤井聡太それはありません対局前でも7時間十分寝ていますむしろ対局後の方が難しいです2日制の場合1日目の夜は対局の前より眠れないことが多いので そこは自分ととしてて課題かなと感じています自分の責務とは、山中藤井聡太さん。コマーシャルにも出られるようになったでしょう。緊張しませんでしたか藤井聡太普段の騎士としての活動では全く体験できないようなことなので、少し戸惑うところもあったんですけれども。 それもも含めて、て自分ととしても楽し楽くやることができたかなと思います。対局の時はカメラに写っていることや自分の動きについてもあまり意識していないので CM 撮影は対局よりも緊張しましたけれども初めて知ることも多くて新鮮でしたプレッシャーについて CM の撮影でご一緒した俳優の本木。 宏さんから聞いた話が面白かったです。本木さんがアカデミー賞の取材で、キャシー・ベイツさんという女優さんに、プレッシャーの解消法について尋ねたら、彼女は赤ずきんちゃんがオオカミに食べられてしまうんじゃなくて、逆にオオカミを自分で食べる、自分が飲み込むというふうにイメージして、自分を奮い立たせるということでした。山中法 俳優さんのような大きな注目を浴びている方がプレッシャーに打ち勝つためにはそれくらいの意気込みが必要なんでしょうねスポーツでよくゾーンに入るということが言われますよね極限の集中状態に入ると相手のことは全く気にならなくなる藤井聡太さんの活躍をずっと見ているともう周りの盛り上がり方がすごいでしょう だから多分、対戦相手とかメディアの人とかファンの方とか、気にしだしたら、とても気になるだろうな。でも、藤井聡太さんはものすごく集中して、大丈夫なんだろうな、と思っていました。藤井聡太さんも、今後、将棋に関連はしているけれども対局そのものでは、ないような機会はどうしても増えてくると思うんですね。 今でもそうですが今後ますます将棋界の看板を背負っていくような立場になりますのででもそれはそれで非常に重要なんです僕も iPS 細胞を開発してノーベル賞をいただいたことである意味日本の科学者の代表の一人のように考えていただくこともあるのでそれに関連する仕事もかなりあるんですね それは重要だと思って一生懸命やるんです。でも本来の研究に使う時間が取られてしまうので、そこはフラストレーションを常に抱えています。藤井聡太さんは、今もすでにそういう状況かもしれないですが、今後さらにそうなる可能性があると思います。そのバランスですよね。これを自分でどう決めるのか。 自分は猛う勝負に徹するというのも一つの考え方でしょう。いや、日本の将棋界をもっと盛り上げたい。それに貢献したいと思うのも、当然の考え方です。それと似たようなジレンマが僕もずっとあります。きっと、藤井聡太さんも、これからさらにそういう場面が増えるんじゃないかなと思います。 両方大切なんですけれども、体は一つだし、1日は24時間なので、と日々思っています。メンタルをどうコントロールするか、山中大事なのは、プレッシャーを感じながら、自分のメンタルを自分でマネジメントできるかどうかですよね。対局をしていたら、悪い手は誰でも指すと思うんです。 でもその後、どれだけ劣勢に元に戻れるか一手が一手で済んだらいいんですけど一手のミスが3手にも小手にも連鎖反応でつながっていくそれはスポーツでもすごく多いことですよね藤井聡太握手を指したと思ったら完全に切り替えるというのはやっぱりなかなか難しいなと感じます 手には対局中に気づくものと、対局後に振り返って気づくものの2つがあるんですが自分の場合対局中に気づいた時はやっぱり精神的にかなり落ち込みますでも対局中に以前の局面を考えるというのはマイナスにしかならないのでパッと切り替えて今の局面における最善手を探すようにしています 山中テニスの大阪なおみさんは以前、ワンショットのミスで自滅して、せっかく勝っていた試合の流れがそこから変わるというようなことがありましたよね。スポーツ選手はそういうことが多い。でも今、スポーツ界では、メンタルトレーナーのようなプロが入って鍛えることが普通になっていますよね。将棋ではどうやったら 敗戦を引きずらないかと指導してもらえるようなメンタルコーチはいないんですか藤井聡太それを専門にしたコーチはいません。将棋は対局時間が長い場合が多いので、精神面が直接的に勝敗に影響するという場面がスポーツよりも少ないのかなと思います。山中なるほどね。持ち時間もあるしね。 球技なんて次次から次に来ますよね。立ち直る前に三振してしまったりエラーをしてしまったりセットを取られたりだからスポーツをしている人は座禅やヨガをしたりイメージトレーニングをしたりいろいろな方法で自分のメンタルのコントロールを工夫しています騎士の方はそういう意味でのトレーニングはされているのかな 指し手の研究は皆さんされていると思うんですが、いかに脳を100%の状態に持っていくか、自分の潜在能力で100あるものを100出す。どうやって自分のメンタルのコントロールをするか、そういう術を自ら身につけているんですか。師匠が教えてくれるわけではない。藤井聡太杯。 教えてもらうということではなくてそういった感情のコントロールは人それぞれというようになっています三中ある意味時間の感覚が違うかもしれないけど今メンタルトレーニングの世界はものすごく進んでいるのでそういうのを一回取り入れてみてもいいかもしれませんね新しい時代を生きる騎士として これまでの人がやらなかったことをしてみるというのは意味があることなんじゃないかと思います藤井聡太はいやっぱり精神的な要素はかなり対極に影響してくると思うのでそのあたりも突き詰めていった方がいいのかもしれません